バイバースブルーンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンター・フランケン行政管区のアシャフフェンブルク郡に属す町村である。この町は、シュペッサルト山地中央部に位置している。バイバースブルーンは、フランケン西部、バイエルンのウンターマイン地方、ビルツブルグとフライクフルトアムマインとの中間に位置している。最寄りの都市は、アシャフフェンブルクとロールアムマインである。シュペッサルト最高峰は、 高さ586メートルのバイアースベルクで、ブライトゾルバイビッシュブルン送信所がある。バイバースブルンには3つの地区がある管区は、バイバースブルン管区のみである。バイバースブルンは、北は市町村に属さないローテンブーフの森、東はローテンブーフ、南は市町村に属さないロールブルンの森、西はやはり市町村に属さないバルトアシャフフの森と、境を接している。 バイバースブルンという地名は、そのあぜにこの集落が形成されたバイバースバッハ川の水源に由来する。1713年にこの村は、AM ワイバースブルンとして土地台帳に記録されている。語尾のブルンは、中高ドイツ語で水源を意味する。地名の前半はおそらく、ワイバートという人名に由来している。バイバースブルンのガラス工房、バイバースブルン村は、 新たに稼働したマインツ選定校の鏡工場の所在地として1706年に建設された。この鏡工場はロールアムマインとレイヒテンバッ派のガラス工場の参加に位置づけられていた。1717 17年にバイバースブルン鏡工房が設立された。1746年に工房の職人たちが教区教会かせめて礼拝堂を建設するよう願い出た。 バロック様式のガラス製のゴブレットや酒の製造でバイバースブルーンは近隣で知られるようになった。さらにその後ここで製造された半円形の板、ガラス、モントグラスで国際的に有名になった。シュペッサルト産地のマインツ選定工業は1803年にアシャフフェンブルク広告となり、1810年にフランクフルト大公国の一部となった。 さらに1814、1816年にオーストリアを経由してバイエルン王国領となった。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村令によって現在の自治体が形成された。1862年7月1日に別クスアムとアシャフフェンブルクが創設されバイバースブルーンはその管轄下に置かれた。1939年に ドイツ国全土で軍の故障が用いられることとなった。バイバースブルーンは旧アシャフフェンブルク軍の33市町村の一つとなった。この軍は1972年7月1日にアルゼナウィン・ウンター・フランケン軍と合併し、新たなアシャフフェンブルク軍が発足した。1 9 7七年から1九9三年までバイバースブルーンはバルト・アシャフフ及びローテンブーフと共に 養成共同体を形成していた。この町は2006年に300年祭を盛大に祝った。ルイトポルツ平営城かつて独立した町村であったロールブルンはビルヘルム・ハウフの物語シュペッサルトの森の宿屋や同名の映画で広く知られている。この集落には1889年に建設されたバイエルンのルイトポルト王子の狩りの城ルイトポルツ平営城がある。 彼は1886年から1911年までの狩りの際にこの上官に滞在した。その向かい側にドイツで最も古い船の木の一つがある。その樹齢は800年を超えると推定されている。バイバースブルンの町議会は14議席からなる。これは人口2001人から3000人の町村の議員定数である。町議会議員は6年ごとに改選される。 町議会では議員の他に町長が投票権を有している。バイバースブルンの町長は地元政党のバイバースブラナリステに所属するバルター、シュレックである。彼は2014年3月16日の町長選挙でスピード所属のグイドノルに対して615票対538票で勝利し町長に選出された。ズガラ上下に分割。 上部はさらに赤字と黒字に左右に分割。向かって左は六本スポークの銀のは、向かって右は金の縁取りがある銀の鏡。下部は壁で囲まれた銀の泉。波立つ青い水の上に泉の開口部がある。紋章の歴史、紋章の上部第一区画は1803年の新生ローマ帝国終焉までこの町が所属していた。 マインツ選定校の銀の輪の紋章である。第二区画には鏡が描かれている。これは1698年に現在の町域内に設けられたレヒテンバッフ派及びロールアムマインのガラス工房参加の鏡工場を象徴している。大司教ロタールフランツ・フォニシェーン・ボルンはそのためにフランスからガラス職人を招いた。彼らは鏡のための板ガラスを生産した。 ガラス製造は、レヒテンッハや、ロールアムマインでは1801年から1803年までの間に創業を停止したが、バイバースブルーンでは1864年まで存続した。泉は、町名のマイナスブルーンにちなんだ、語呂合わせである。町はこの紋章を1971年6月14日から使用している。バイバースブルーンは、 ビュルツブルグ地域やラインマイン地方への交通の便が良い場所であることから、シュペッサルト山地オー部で人気の住宅地となっている。町内を修道2308号線が通っている。最寄りの駅はヘスバッハ、ハイゲンブリュッケン、ロールアムマインにある。最寄りの港はアシャフフェンブルク・バイエルン港である。近郊公共旅客交通としてはアシャフフェンブルクへのバス路線が確保されている。 2013年の一般税収は約122万6000ユーロで、このうち18万ユーロが営業税である。1970年代初めに農業の重要性が低下した後、バイバースブルーンは人気の住宅地、レジャー地となった。2010年現在、農家が1軒ある。以下の施設がある。ありがとうございます。